お世話になってます。板金塗装レッサージの時間でございます。今日はですね、バイクのホイールの方の塗装をしていこうと思うんですけれども、はい、こちらですね、これ YouTube の視聴者さんの方からのお仕事でございます。ありがとうございます。ということで、まあ結構やっぱ入り組んでるので、まずこちらの方をブラストかけてからやっていこうと思います。フロントはこんな感じになってます。やっぱこのアルミのサビが出ちゃってるんですけれども、まあこういうのでブラストで一回このサビを落としてから塗装の処理っていうのをしていこうと思います。ということで、これちょっとね、ブラスト屋さんの方に出してきます。はい、無事ブラストから戻ってまいりました。やっぱりこういう中とかっていうのはどうしても手だけじゃできない部分なので、やっぱこういう全部きれいにするならブラストとても重要だと思います。ということで、まあここら辺、まあベアリングが入るところとか、こういうまあ面の当たり面とか、まあ塗らない部分があるので、そこら辺をマスキングして、ちょっとねサフェーサーを入れていこうと思います。これはこの内側をマスキングしていきます。はい、OK です。はい、こちらはこの中とここだけね、マスキングしていきます。はい、これはね、こんな感じです。じゃあ次フロントホイールいきましょう。はい、これもまあほとんど一緒で、中はベアリングが入るのでマスキングして、あとここですね、ここマスキングしていきます。まあ、この内側はラインテープの方が楽なので、ラインテープでやっていきます。はい、完成。はい、裏側もほとんど同じですね。
こういうね、細かい穴のところから結構砂がまだ出てきますね。で、これもさっきと一緒で、今度はね、このヘリまでやっていくんですけども、まあ、ほぼ同じ感じでやっていきます。そしてここのリムも塗らないということなので、ちょっとこっち側もマスキングをしていきます。でもどうかな、塗った方がいいかな。でもやっぱ塗っ、まあ、ここね、塗らなくてもいいっていうことなんですけど、ちょっとやっぱね、わかります、ザラザラしてるので、まあ、サフェサーは入れといた方がエアーが漏れにくいんじゃないかなとはね思うので、ちょっとここら辺はリムも塗っていこうと思います。じゃあ早速これちょっとあのジグを作ってというか塗る準備していきます。はい、ジグといってもこんな感じで作りました。まあ、一応抜けたら怖いんで抜け止めもして、これはねアルミの棒ですね。これだったらこう回しながら塗れるので簡単だと思います。ということでちょっとね、シリコンオフをしてから、まず密着論ですね、塗っていこうと思います。で、これはちょっとやっぱアルミなので密着があんまり良くないので密着論を塗っていきます。今ね、ここ回してたら外れちゃ、中のねマスキングがこう絡まって外れちゃったんで、ちょっともう一回ここだけやっていきます。それでは密着論塗っていきます。今日ね、ちょっと涼しいんで25分ぐらい待ってみます。はい、ということで待っていきたいと思います。このブラスの表面が結構ザラザラしてるので、結構サフェーサーは厚く吹いていこうと思ってます。はい、じゃあ吹きます。よし、2回目拭いていきます。さて3回目いきます。はい、サフェまで終わりました。まあですが、ちょっとね気になるところがやっぱいくつかあります。こういうところちょっと見づらいと思うんですけど、アルミの腐食でこうね虫食っちゃってるところがあります。なので、はい、こういう虫食いのところは乾いたらパテでここは埋めていって、またサフェーサーを拭いていく感じになります。はい、こっち側にもありましたね。という感じで、結構やっぱ腐食してるホイールはこういう細かいところがあるので、まあブラスター当ててみないと分かんないっていう部分はね正直あると思います。ということでちょっと乾かしていきます。はい、さて乾いたので、ここら辺こういうところをねパテ入れていきたいと思います。これ指だな、指で入れていきましょう。
下手くそかっていうね。はい、パテ乾いたので240番のペーパーで削って、であと他の部分も、まあ、320番とかで整えていきたいと思います。ちょっとこういうやりづらいとこはやっぱ120番ぐらいでやんないと終わんないですね。これ120番でやってから240番でやってあげないとペーパーの目が残るので、徐々に上げていってください。で、まあ全体的には320番でちょっとやっていきます。はい、やっぱりね、機械の方が早いんで機械使います。OK! ということで、もう下地がツルツルになったので、これでもう一回サフェーサー拭いて、このペーパーの傷をそのサフェーサーでなくしてから500番で研いでから塗っていこうと思います。ということで、これちょっとシリコンオフしてからサフェー入れていきます。シリコンオフしていきます。やっぱね、ツルツルになったからシリコンオフしやすいですね。とっても良かった、頑張って良かった。 OK、 はい、サフェーサー吹いていくんですけども、通常だと 20% ぐらいのシンナーを入れてるんですけども、ちょっとね 25% から 30% ぐらい入れてきました。次研ぐ時にね、ちょっとでもツヤっとさせておきたいので、そんな感じにしております。ということで吹いていきます。はい、サフェーサー塗り上がりました。動画じゃ分かりづらいと思うんですけども、まあ、結構ねツヤっと塗れてると思います。だからこれ次塗るときには500番で研いでから塗るんですけれども、まあ、それの作業がすごく簡単になります。はい、ということで乾かしていきます。はい、またねサフェーサー乾きましたので、今度500番で整えていきます。もうだいぶサラサラなので、まあ結構やりやすいですね。やっぱりね、これ全然表面が荒れてないので800番でやることにしました。まあ、ちょっとザラつきが残るところだけ500番とかでやって下地を整えていきます。はい、1本終わりです。大丈夫そうですね。さて、リアホイールでかいよ。リアホイール太いのいきますよ。はい、終わりました。ということで、シリコンオフしてちょっとね塗っていこうと思います。はい、それではシリコンオフして塗っていきたいと思います。パッククロスとエアブローガン、イオンシャワーブローガンでちょっとホコリ静電気をね塗っていきます。
で、このね、イオンシャワーブローガンと本当に静電気が取れるのかっていうのをね、今度、まあ、もうちょっとね、冬になったら、あの娘の髪の毛の静電気で、下敷きでこう、静電気を立てて、これでね、ちょっとやってみようと思うんで、やっていきたいと思いますので、しばしお待ちください。まあ、1回目はこの、弾きが出ないかっていうのを見ながら、パラパラ吹いていきます。はい、2回目いきまーす。3回目いきます。はい、ソリッドカラーの方が終わったので、乾かしてから、まあ、15分ぐらい乾かしてから次パール吹いていきます。はい、それではパール吹いていきます。はい、パールも終わりましたので、次は乾かしてまたクリア吹いていきたいと思います。はい、ちょっとクリア塗っていきます。で、今回はこうね、ちょっと奥の方を塗るときに、まあ、こうできるだけピンポイントで塗りたいので、ちょっと細くしてます。これぐらい、いつもよりも幅をちょっと細くして、まあ、ピンポイントで塗れるような感じでやっていきます。ということで、まずは、まあ、ステ拭き吹いていきます。2回目いきまーす。はい、ちょっとね、10分ぐらい置いてから最後クリアいきたいと思います。はい、じゃあ3回目仕上げていきまーす。はい、塗装が終わりました。ということで、ちょっとね、見てみましょう。
はい、ということで無事ザラザラになってる部分もなく塗れたと思います。で今のところは、はい、今のところはタレっぽいところもないので、まあ、このまま乾かしていきます。まあね、これちょっと時間経つといきなりこう垂れてくる場合があるので、そこら辺はちょっと怖いんですけど、まあ多分大丈夫だなとは思います。やっぱね、ホイールの塗装こう奥のね、入り組んでるところが難しいので、まあ今回はこの幅を狭くしてこうピンポイントで塗っていくような感じで終わらせました。で今回はちょっと視聴者さんの方から郵送で送ってもらって今回ね塗装させていただいたので、取り付けの感じっていうのはね見えないんですけれども、まあこんな感じで塗装、バイクの塗装の方も行っております。でどうしてもまあ郵送とかになるとすぐ梱包したりすると結構ねベタベタ塗装がプチプチのね跡とかがついちゃうので、しっかり乾かしてから梱包していきたいと思います。ということでちょっとね結構時間もかかっちゃったんですけれども、しっかりと乾かしていきたいと思います。ということで少しでもまあ参考にしていただければと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。